情熱は一体どこから。まだまだ食い足りるわ。次は貴様だ。ワンピースフィルムレッドとのコラボ、麦わらのルフィのステタスこのようになっております、はい、もうイラストがねちょっとかっこいいんですけども、めちゃくちゃかっこいい、かっこいい、アビリティに超マインスイーパー L、超アンチ減速壁、そしてゲージに貴重なアンチ転送壁、はい、持っておりますので3つのギミックに対応できますし、まあ、超マインスイーパー L って最初からね地雷持って殴れる点かなり優秀ですよね。素晴らしい。そして超レーザーストップ、毒無効、そしてドレイン持ってるので守備面でも活躍してくれるんじゃないかなと、はい、思います。そして底力も持っているので HP がね 50% 未満の時にはさらに攻撃力アップして殴っていけるので、地雷と合わせてここでね殴るとかなり強力なんじゃないかなと、はい、いったアビリティを持っております、はい、そして友情コンボにランページ反射レーザー EL1 と超強バウンドボムということで、まあ、画面ね広範囲に攻撃してくれますし、バウンドボムがちょっとルフィっぽいなっていった、ね、はい、友情コンボを持っております、はい、そしてストライクショット、スピードとパワーがアップ&停止後にゴムゴムのコングガンで攻撃、こちら1段階目16ターン、2段階目24ターンで打てるオリジナルのねストライクショットとなっているんですけども、まあ、最初にスピードとパワーアップしてくれますので地雷持って殴っていってもいいですし、まあ、なぜこの底力発動して地雷持って弱点攻撃できた時の威力かなりねすんごいことになっておりました、はい、さらにあのこの、ね、演出が変わったりするところもね、はい、見どころなんじゃないかなと思います。他にもおすすめステージはこちらとなっております。
海峡のジンベエのステータスこのようになっております。はい、超アンチ重力バリア、そして超アンチ減速壁で、ゲージでアンチ転送壁持っておりますので、結構アンチ転送壁ついてますね。うん、嬉しいやつ。3つのギミックに対応できますし、まあ超アンチ重力バリアと超アンチ減速壁なので、結構走り回ることもできるんじゃないかなと。そして友情コンボが超絶騎団、こちら新友情コンボで超絶になりましたので、はい、威力アップしてますし、まあ、友情ブーストも持ってるので、ここでも火力アップして攻撃していけると、素晴らしい素晴らしい。そしてストライクショットが触れた最初の敵を魚人空手サメ瓦聖剣で攻撃、こちら15ターンで打てるストライクショットとなっておりまして、はい、最初の敵に攻撃してくれるので、まあ、かなり優秀なストライクショットとなっております。フランキーのステータスこのようになっております。はい、まず超アンチワープ、そして貴重なアンチ転送壁、そしてゲージにアンチブロックのトリプルアンチアビリティとなっております。はい、そしてね、自身パワー型ではあるんですけども、スピードモードだったりダッシュ持っているので、かなり、ね、ここでね早く動き回ることができる、はい、アビリティ持っております。そしてなんといっても友情コンボ、はい、アラヤ以来ですよ、2体目となるチェイスソフィア、めちゃくちゃ貴重なのが、ね、フランキーに、ね、持っているということで、まあ、見ての通りもうゴリッと削っていける友情コンボとなっております。はい、そしてストライクショットが狙った方向にジェネラルキャノンを放つ、はい、こちら12ターンで打てるストライクショットなんですけども、まあ、狙った方向に出てくれるのでボス確実に狙っていくこともできますし、まあ、12ターンと気持ち、ね、早め打てる点も魅力的なフランキーとなっております。以上3体紹介していきました。皆さんコラボを楽しみましょう。それではバイバイ。